はい、おはようございます。斉藤ひとりです。親子関係について質問が多いのでお答えします。はじめになんですけど、子供のことが心配でしょうがないって親がいるんです。こういう人の質問が多いんでお答えします。まず第一にお母さんに知っててほしいのは、心配だってことは信じられないってことですよね。信じてたら心配ってことはないもんね。ってことは、あなたは子供のことを信じられない信じられないってずっと言ってるんだっていうことをよく覚えておいてください。子供にはそうやって聞こえます。周りの人にもそうやって聞こえます。なんか心配すると、あなたが自分がいい親のように思ってるけど、我が子も信じられないっていうのはちょっとおかしいです。一番いいのは、信じてるよって、信じると子供だから間違いを犯します。したら許してあげて、また信じる。それの繰り返しなんです。で、子供っていうのは信じられると、最後には信じてる親に迷惑かけない、それから心配させたくないって思うから、あなたが心配だっていう癖を信じてるよっていう風に変えてください。以上です。はい、次の質問いきます。子育てについて悩んでる人が多いので、お答えします。答えが、重複してしまうこともあります。非常に似通ってるんだけど、微妙に違いますから、自分たちで聞き分けてください。まず、子育てについて悩んでるって言うんですけど、実は、親は子供に育てられてるんです。で、何を言いたいんですかっていうと、あなたはお母さんとして、あなたはお父さんとして、子供と同じ次元に立ってませんか？子供と同じことに、なんていうの、一喜一憂してませんか？で、もしそうだとしたら、それをやめてください。何を言いたいんですかっていうと、例えば、子供が野球がレギュラーから落とされて、まあ、補欠になったとか、言った時に、お前残念だったなとかって、子供と一緒になって残念がらないでください。子供は十分それで傷ついてんです。親にまでそれやられたら辛いんです。親がやることはたった一個なんで、親として、お前気にすることないよ、お前がレギュラーだろうが補欠だろうが、俺にとっちゃお前はスターなんだから、俺はお前が大好きだから元気に行けよって。親と子は違いますよ。子供がなんかあってちょっと落っこちて残念だなとかっていう人がいるけど、それやめてくださいって。子供を傷つけるだけです。で、私がこういうことを教えると、私言わなくなりましたっていうお母さんがいるんだけど、顔ががっかりした顔するんです。成績がちょっと落ちたりなんかすると、なーってがっかりした顔して、いいよ、私あんたのこと大好きだから、もうダメです、それ。顔が言ってます。顔でものすごく傷つけるんです。わかりますか？親は子供に対して無償の愛なんです。いい点を取ったから褒めてあげるとかじゃないんです。いい点取ろうが取る前が、世界でたった一人だけ。周りはいい点取れば褒めれます。オリンピックでも金メダル取れば褒めます。だけど、我が子に対してだけはそれをやらないでください。我が子に対しては関係ないんです。ね？世界でたった一人、何をしても信じてくれる。それが父親であり母親なんです。わかりますか？子供と同じ次元になって、あ、がっかりしたとかってやんないでください。それから言わなくなっても、顔が言ってたら余計傷つきます。あなたも子供の頃を思い出してください。親の顔で傷つけられた人いっぱいいますよ。それからもう一つ子育てについてなんだけどね。口うるさい母親っているんです。で、口うるさい母親っていうのは、自分がうるさいから、この子がいい子に育ったと思ってるけど、あなたが口うるさくなければ、この子はもっとよく育ってますよって。ね。だから、人間のね、赤ちゃんっていうのは妊娠してしばらくすると魂が入るんです。で、一番修行になるところへ生まれてくるんです。だから、兄弟でも魂が違うんです。だから、性格がものすごい違うんです。全然違うんです。ね。で、あなたにできた、あなたが口うるさくてもいい子にしてる子は、いい子なんです。ところが、言うこと聞かない子とか、例えばどっかの不良の子を見たりなんかして、口うるさいお母さん一言必ず言うんです。どんな育て方したのかしら。それおごりです。あなたの、ね、
育て方が良かったかこうで、親の育て方から悪かったとかって思ってるけど、不良になる子ができた場合、不良になるんです。魂ってそういうものなんです。だから、うるさい親って少し静かにしてください。で、口うるさいのやめてください。さっきの話と同じです。信じてください。信じてあげたら伸び伸びといい子に育つから。私も講演会であっちこっち行くけれど、その時もう親子で来てても、親の口うるささでこうやってもうね、潰れちゃってる子がいっぱいいるの。ね？で、いい子というのは自分の言うことを聞く子がいい子だと親って思ってるの。あなたの私有物じゃないよ。少し考えないとダメだよ。私の母の話なんだけど、私の母は、私学校の成績なんかも悪かったの。でもうちの母はね、いつもこう言ってたの。お前学校向きじゃないから社会向きだよって。人間は神様が作ったもんだからねって。何にも向かない人っていないんだよって。お前ぐらい学校向かないんだから社会向きだよって。だから母は私のことを本当に信じてくれてたの。だから母もいろんなことを教えてくれたの。ほとんど覚えてない。細かく言われたお説教なんか呼べ、まあお説教言うような人じゃなかったけど、余計覚えてないの。だけど、いつも覚えてるのは母が私を信じてくれてたことなの。だから今ね、現在の私があるのは母が私を信じてくれてたことなの。お母さんたちは信じてあげてください。それだけで本当にいい子になるからね。子育てについての悩み、これは以上です。次の質問に答えます。あなたの子供がなぜあなたのところに生まれたか知っていますか？っていう、これは教えてほしいってことです。自分の子供ってなんで自分のところへ生まれてきたんだろうっていう、魂的な話です。さっきの話と重複してしまうかわかんないんですけど、人ってね、親を選んでくるんです。だからよく、勝手に産みやがってって言うけど、正しくは勝手に来やがってなんです。で、そこの一番自分が修行になるとこへ来るんです。だから、皆さんたち、自分の親は、昔はこういう、なんていうのかな、立派な家に住んでてとかね、お抱え運転手さんがいるような、そういうような家だったらいいなとか、いろんなこと思ったと思うんだけど、真剣に考えてください。あなたに一番しっくりくる親って誰ですかって、どなたですかって言うと、一番しっくりくるのは、酔っ払ってようが、少しぐらい口うるさかろうが、あなたの本当はお母さんしかないんです。で、あなたのお父さんしかしっくり来ないんです。そこで修行するようになってるんです。だから、自分の親は自分が選んでくるんだ。親が嫌いだっていう人がいるんです。で、親が嫌いだっていう人は、親が嫌いなんじゃないんです、実は。自分が不幸なんです。自分が不幸な人ってずっと親が嫌いなんです。後で、どうやって幸せになるか教えます。だからそのことを覚えておいてください。頭の隅に覚えておいてください。人間って幸せになっちゃうと、こうやって幸せなのは親が産んでくれたおかげだって必ずなるんです。ただ不幸だと逆現象で、不幸の大元は親なんだっていうふうになっちゃうんだけど、幸せになる方法は後で教えますから、聞いてください。以上です。はい、次の質問です。いじめについて心配だっていう相談が結構多いんです。それにお答えします。この前もなんか、いじめについて心配してるんだ。もし自分が子供がいじめられてんのに気がつかないでね、子供が自殺しちゃうとか、そういうことがあったらどうしようっていう相談があるんです。で、それについてお答えします。気がつかないって本当ですかって。本気で言ってるんですかって。あなた子供の成績が10点下がった時は気がついたよね。ね？成績のことは気がつくよね。
ってことは成績のことは気になってるんだよね。そのぐらいのつもりで、この子いじめられてんじゃないかって言ったら、ね、朝学校行きたがんないとか、体に傷があるとか、ね、悩んでるとか、そういうことに気がつくはずだよね。ね。だ成績のことばっかり気にしてないで、この子いじめられてんじゃないかっていうことを、目をやってたら絶対気づくから心配ない。それよりも気づいた後なの。本当にひどい親っているの。で、どのぐらいひどいかって言うと、子供って学校親が行けって言えば行くの。泣きながらでも行くの。で、親に心配かけたくないからって言わないの。男の子だったら恥ずかしいからって言わないの。気づいてあげてほしいの。で、気づいたらどうなりますかっていうと、ひどい、本当にひどい親になってくると、ね、自分が勉強のことしか頭にないと、勉強で見返しましょうねとか、子供が毎日殴られたりしてるのに、ね、英語塾行かしてるとか、ね、勉強塾行かせるんだよね。子供から見たら鬼だよ。ね、ひどいのになると我慢しようねとか辛抱しようねって、あんたたちが学校行ってた時のいじめと違うんだよって。わかるかい？子供がいじめられてんだったら、じゃああんた少林寺拳法でも習いに行こうよとか、極真空手でも習いなとか、本当にこの親は自分のことを思ってんだっていうことしてくださいよって。ね？それと、もう一ついきます。親御さん聞きづらいかわかんないけど聞いててね。子供がいじめられたって。その時必ず言う言葉があるの。お友達にいじめられてって。毎日殴ったりね、雑巾の水飲ましたりするんだよ。ね？それで脅かして金取ったりしてる子、なぜお友達なのそれ。お友達じゃないよ。クラスに、ね、犯罪者がいるって言ってください。で、警察へ言ってください。その時に、ね、オーバーアクションで言ってください。オーバーアクションでなぜ言わなきゃいけないかって言うと、悪いことするやつって嘘つくんです。平気で嘘つくんですよ。ね、毎日殴ってんの、いや、プロレスごっこしてただけですって。片っぽは、いや、お友達にね、こういうことされてとかってね、え、お友達がいじめるんです。具体的に殴られたとか蹴られたとか。ね。で、警察行ってください。警察行って相談に行かないでください。しがり届けを出してください。殴ったら犯罪なんです。お金取ったら恐喝なんです。それを必ず貸してくれって言っただけですっていう。相手は嘘つくんだよ。殴って犯罪を犯した上で嘘つくんですよ。でね、100も1000もいじめといて、自分は3つぐらいしかやってないっつうの。100やられたやつは人に言うときに、ちっちゃく言うの。揉め事をちっちゃくしよう、ちっちゃくしようとするの。で、先生に相談したんだけど、分かってくんないって。分かったような言い方しましたか？子供を助けようとしましたか？ね？警察行って、被害届出しますって。きちっと出してください。そうすると、いちいちあんたの子供をいじめると、親が警察に被害届出すってやらなくなります。で、いじめっ子ってのは、いくらでもいじめるやつがいるんです。なんつうの？よくこう、あんでしょ？セコムって言うんですか？いろんな会社の名前あるらしいんだけど、ああいうの入ってると、空き巣は入らないんです。入りやすいとこ入るんです。だから空き巣が開示するんじゃないよ。悪いことするやつはすぐまた他のやつをやるの。でも、あなたは猛然と守ってください。子供を猛然と守ってください。絶対自分の子供を守るんだって決心してください。それとね、肉食動物いるよね。あの肉食動物、虎の子供に餌、肉あげてたとするよね。少しずつ毎日あげてたら、その子は、やがて草食動物になってくれると思ったら大間違いだよ。どん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 肉食って大きくなるの。だからお金を毎日渡してたら、いつかやめてくれると思ったら請求金額が多くなるだけだよ。
いじめもほっといたらもっといじめるだけだよ。わかるかい？人の心にはみんな神がいるの、魂があるの。ところがそれが出てくるまであと5代も10代もかかる子っているの。ちょっと前までね、狼だった子とかね、爬虫類だった子みたいのいるの。だから集団になって困ってる人とか弱いものは助けるのが人なの。ただ人間になったばっかしの魂っていうのあるの。そういうのって元の狼だとかそういうのが残ってるから弱いもの見ると集団でいじめたりなんかするんだよ。弱いものを助けるのが人としての当然なんだよ。ただ魂がそこまで行ってないの。わかる？ね？あのね、お金トルコに渡してたら金額が多くなるだけだよ。そのぐらいのことわかってね、子育てしながら子供に育てられるっていうのはそういうことも入ってるんだよ。私はいじめのことに対してはすごくね、ちょっと真剣になりすぎちゃうんだけど、本当に守ってください。子供ってちっちゃい時傷ついたらね、その傷ずっとね、背負って生きなきゃなんないの。ね。学校の先生に相談してもダメだった。親に相談してもダメだった。それじゃかわいそうだよ。ね。心配する前に行動をとってください。でいじめられるったら親ついてってください。学校についてって。何日でもついてってください。私、こう、窓からずっと見てますからって。それぐらいしてください。我が子ですからね。お願いしますよ。以上です。はい、次の質問です。子供を虐待する親についてお答えします。子供を虐待する親がいて、これどういうわけなんでしょうっていう質問が結構多いんです。それで答えます。よく子供を虐待する親って、またその親に実は虐待されてんだって話、まあみんなも聞いたことあると思うんだけど、親に虐待されたからその子は虐待するようになったと思うと、魂的には全然違うんです。親になったら虐待するような子供だから、虐待する親のとこへ生まれるんです。散々嫌な思いするんです。で、本当に虐待されることの辛さとか嫌がわかるんです。で、本当はそこでやめるはずなんです。だって散々嫌な思いしたら、人にはやりたくないと思うの。それを、自分がやられて散々嫌な思いしたのに、ね、逆の立場になったらまたやるって、性格悪すぎるよって。大馬鹿野郎なんだよ、おめえはって。ね、親のせいにする気か、今世一生懸命勉強してな、小馬鹿ぐらいになって死んでけって。子供を虐待したらダメだよって。ね、自分がやられてあれほど辛い思いしたんだろうって。なんでするのって、学校の部活でもそうだよ。先輩やなんかにね、散々嫌な思いさせられたのに、今度は先輩になったから俺がやるんだって。それだったら、先輩の悪口言えないだろうって。な？人間っていうのは、人にやられて嫌なことは自分はしないの。で、人にやられて嬉しかったことを人にするんだよ。たったこれだけだよ。ね？どっかで因果の輪断ち切ろう。勇気出して。以上です。はい、次の質問いきます。子供の結婚について心配だっていう人がいるんでお答えします。これ私、よく地方行くとね、言われるんですけど、本当に私ね、幸せなんです。ただ、たった一つだけ悩みがあるんです。っていうと、もう百発百中でこれです。うちの息子に嫁が来ないんです。うちの娘が嫁に行かないんです。これについてお答えします。人ってね、あの世でね、結婚しないと決めてきてる人がいるんです。で、私たちは、死にます。死ぬと、
向こうの国へ行って魂的に勉強します。で、今度はどういうストーリーで生きてくるかってストーリーを決めてくるんです。だからその中には結婚しないって決めてきてる人がいるんです、男の人やなんかで。で、結婚しないと決めてきてる人っていうのは、よく私、結婚しないと決めてきてる人はしないんだよって言うと、息子は従ってるんですって人がいるんです。私も差し従ってるんです。私が言ってるのは、あの世で決めてきたことが優先されるんです。だからこっちに来てにわかに結婚したいったってできないんです。だけど本当にできないんです。だってこんだけ女の人がいて、周りに女の人がいても縁がないんです。で、それをできない人に対して、お前いつ結婚すんだいつ結婚すんだって言ってるのは、いじめてんのと同じです。いつかそのことで嫌になって出てっちゃう親と、子供っているんです。で、あなたがね、お母さんがいつ結婚すんの結婚すんのって言ったぐらいでできるんだったらとっくにしてます。それよりも、うちの子って幸せなのよって、本当にいい子なのって、いや私幸せなの、うちの子っていい子でさってね、私のことずっと面倒見てそばにいてくれるのね、だからお前と二人だから仲良く二人で暮らそうね、もしお嫁さんが来たら三人で仲良く暮らそうね、それでいいの、それをいつ来んのいつ来んの、それから娘にお前いつ嫁に行くのいつ嫁に行くんだって、我が娘をそこまでして追い出したがる理由は何ですか？世間体ですか？娘より世間体のが大切なんですか？あなたの言ってること愛ですか？子供は敏感に感じますよ、そういう生き方やめてください。それより娘にも痛いだけいなって、ね、どうせ人の世ってね、短いんです。そんな早く別れなくたっていいんです、ね、で、またさ、お前結婚したらまた私たち仲良くしようよ、いるとき仲良く、今度ね、結婚したら婿さんと一緒に仲良くしようよ、ね、それでいいじゃないですか。で、またそれしかできないんです、ね、お母さんもそろそろ大人になってください、以上です。はい、最後に、これは質問じゃないんですけど、道の話をします。これからいろんなテープでこの道の話を最後にするようになると思います。何回も聞いてください。人には実は人生っていうのがあるんですよ。で、人生っていうのは一つの道なんです。だから、私には私の道があります。あなたにはあなたの道があります。いくら人のことを羨ましがってもダメです。自分の道があるんです。で、その道を歩くしかないんです。こういうとおかしいんだけど、偉いところの家に生まれたて大変なこともあるんです。で、みんないろんな道があるんです。で、人のことを羨ましがってもダメなんです。で、自分の道を歩くしかないんです。ただこの道をふてくされながら歩くこともできるんです。嫌になっちゃったなって言いながら歩くこともできるの。でも楽しいなとか幸せだなとか、あ、道に花が咲いてんじゃとか、どの道もいろんな人と出会います。とこんにちはとか、ご機嫌いかがですかとか、挨拶してニコニコ挨拶しながら行くこともできるんです。で、どんな道でもいいからニコ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 して歩いてると必ず分かれ道が来るんです。幸せの方へ行く道と不幸な方へ行く道があるんです。で、不平不満だとか、ああなったらいいな、こうなったらいいなって言いながら歩いてると必ず不幸な方へ行くんです。ね、この道で幸せだなとかね、今日もご飯が食べられて幸せだなとか、日本に生まれて幸せだなとか、ね、今日もみんなと会えて幸せだなって言いながら歩いてると分かれ道で必ずいい方に行くんです。で、またしばらく行くとまた分かれ道があるんです。常にある程度行くと分かれ道が出てくるんです。だからどんなしどいところからでもまた幸せに上がっていけるんです。で、どんな幸せな人でも不平不満を言い出してくるとどんどん落ちてくるんです。人の運命は変えられるんです、本当に。だからあなたが幸せだねとか、
今は子育ての問題なんだけど、お前のこと信じてるよとか、ね、お母さんとお前で仲良く暮らそうねとか、心が温まるような人に聞かれても爽やかなような答えを出してると、幸せな方に幸せな方に行くんです。だから本当に、あの世で結婚しないと決めてきたような人ですら、お嫁さんが来たり、ね、そのお嫁さんと仲良く行ったりするんです。で、不幸なこと、不幸なことって、嫁さえ来てくれればとか、この子にって、こういう、なんていうか、不平不満。望みというのは不平不満なんですよ。あなたの言ってるのは望んでんじゃないんです。現状に不満を言ってるんですよ。で、不満を言ってて、もしお嫁さんが来たら、本当にその不満と同じぐらい不満のお嫁さんが来るんです。で、不満と不満がぶつかった時、血みどろの戦いになるんです。だから、あなたは幸せになりたいんですか？不幸になりたいんですか？今のこの道を幸せだねとか、ね、お前と仲良く生きようねとか、子供のこと信じてるよとか、ね、子供の成績すごいがっかりした顔して、いいお母さんあんたのこと信じてるからって、顔が違うの、幸せの道じゃないよそれって、ね、それよりお母さんはあんたのこと本当に信じてるよって、成績なんか気にすることないって、ね、お母さんだけは絶対味方だよ、お父さんだけは味方だよって言ったら、この子もいい方にいい方に行くの。常に分かれ道があるんだよって。不平不満を言いながら幸せになることできないよ。このテープはね、皇帝ペンギンの話なんだけど、この皇帝ペンギンも何ですかって言ったら、ね、あんな、もう最悪に、地球上で最悪の環境が、ね、あの南極だったり、ね、北極だったり、あの環境の中ですら肯定的に生きる、ね、動物がいるんだよねって、あの子たちはあそこが最高だと思ってるんだよって、それを言いたいのね。人には人の道がある、鳥には鳥の道がある、すべてのものには道がある。道教でいうタオの世界なの。地球は地球の道があるんだよ。太陽の周り全く狂いなく回る道、月には月の道があるで、幸せには幸せの道があるんだよ。以上です。ありがとうございました。